今回は長野県下條村にある大伏湖へ行ってきました。大伏湖の場所ですが、下條村役場の前を上がっていきまして、この場所へ来たら左へ行きます。こちらの小さな橋を渡りまして、あとは道なりに登っていきます。この分岐点が見えたら右に入っていきます。そうすると奥の方に湖があります。湖の周辺を撮影してきました。ご覧ください。ここでイベントが行われる時もあるようです。この坂を登っていくと高いところから湖を見下ろせます。とても良い場所なので、行ってみてください。これで終わります。